フアンフランコとフアンフランシスコモレノフエルテスは、スペインマドリード出身のサッカー選手。ポジションは DF。アランヤスポールに所属している。1996年からシーディア・バンセに所属していたフアンフランは、2007年にヘタフェ CF のユースに加わり、テルセーラ・ディビシオンのリザーブチームでプレーした。そして、2008年3月12日に行われた。 SL ベンフィカとの UEFA カップにて、ハイメガベラントの交代で出場し、トップチームデビューを飾った。その11日後、アスレティックビルバオ戦でプリメーラディビション初、出場した。セグンダディビション B に所属する、ビジャレアル c f b で1年間過ごした後、地元マドリードにあるレアルマドリードと契約し、リザーブチームに加わった。 2010年5月2日の CA を指すな戦で、フェルナンド・ガゴとの交代で初めて、トップチームの試合に出場。その年の夏、トップチームの監督を務めるジョゼモーリーニョは、フアン・フランを含め5人の下部組織の選手を、プレシーズンのアメリカ遠征に帯同させた。2013年6月、レアル・ベティスへ移籍。2014年に、チャンピオンシップのアトフォード f c に1 5 0万ポンドで、 移籍することで合意したが、2014から15シーズンはデポルティーボラ・コルーニャに期限付き移籍した。翌年はトフォードに加入し、再びデポルティーボにレンタルされた。ありがとうございます。